回もピットだぜ。3分まで、3分まで行こう。次は2324、23時24分から。じゃあ次は花。花にしよう。ポチッと。皆様、今日の4枠目です。ぜひ星とカウントお願いします。でギフトを投げてくださる際はできるだけ10連で投げた方のポイントの方が高いので10連で投げてくださると嬉しいです。無料のギフトも同じように10連でやってほしいので、1日にもらえるギフトが5個なので2日間で無料ギフトをチェックインしてからギフトを投げてくださると嬉しいです。でカウントは1送信2送信3送信4送信とのように打つことに送信数を押して 50までいけば完了です。でぜひそれを全て SMS 認証をしてやってくださると嬉しいです。ただいまです。 SMS 認証、みんなの SMS 認証チェックしてる怖っ。SMS マイページから見れます。一人ヒットアップタップタップし続けみんな SMS しますね怖いねチェック、怖いね、大事大事ご準備ちゃん完了、ありがとう、見てくれ、はい完了してます、 OKOK、 みんな OKOK SMS 認証をねしないとみんながしてくれた星とかが反映されないので大事なのです。 SMS 認証見ている、知っていますね、知っている、知ってる、知っているつよつよさんありがとうございます。知っている、知っている、知ってる、知ってるつよつよさんありがとうございます。さあさあ、さっきの今日の今日の時間でやばい、ダメだなんか僕ごこみたいな喋ってた。この時間帯でツイートまで終わりたい。え、STU48がトレンドアイというか、私が STU48 だから、お話し会だから、ありがとう。なんかさっき途中で、あ、パンダムさんもありがとう。さっき途中でね、今スケジュール、あ、ポムさんもありがとう。スケジュールを組んでいまして、あ、なるほどね、お話し会やイベント昨日の神子、あ、なるほど、それで撮れたか。スケジュールを組んでいまして、さっきは85% ぐらいまでできてて、余った5分をどうするかっていう分野分野分野、専門、ジャンル、とこ、どうするかっていう難問に直撃しています。そう、そう、最終調整中です。だから残り5分を最後の時間で切れるところまでやってもいいんじゃないかっていうのと、3週枠の次と、3週枠の次と、20分間で1周をしてるとこのやつを全部5分5分5分もらって、その20分にするってことやね7時と18時と19時をから5分をもらって、え、じゃあ結局5分を余らしたまま、あ、で最終日、最終時間でってことか。それは確定案件だそれは確定案件だ。18時は
あ、18時20分のままでしたっけ、さっき。あれれー、そうやん、18、え、そうじゃん、18時取っちゃいけん、最終枠だ。19時だ。7時、朝の7時と夜の19時。え、どこ撮ったっけ。18時台は20分でもギリな枠。そうなのですか。それぞれ5分ずつ撮って枠を増やすのか、その不安なとこに分を増やすのか。そこで取った5分5分と余った5分で15分で15時を増やすんでしたっけ。15時を増やすんですね。今すっごい、それが案の一つ。でもこれ投票したいけど、投票したらダメだから。それは私が一番最初に学んだこと。投票、イベント中に投票したら、あのみんなに怒られるっていう鎖をつけたから。11年、うん、多分できるでしょ。15時に配信したいか残しておくか、みーちゃんが決めていい。ほう、なるほどね。15時に配信をしたいか残しておくか。みーちゃんはでもあれですよね、15時の提案をされるということは15時にするメリットがあるってことですよね。ということですよね。私はメリットのある方に進むしかないよね。それしかもはや一択やん。二択やないやん、もはや一択。うん、メリットで生きていくから。だから15時、あ、15時はできる必要なので、他の時間よりは集まりあれけないよりは、せやな、せやな、一択やん。なら一択。15時何分にしたらいい？そう、このイベントはさ、そう、ファンの方の支えがすごく大きいものでもあるけど、みなみができることはみなみがしたいから、自分のそのしんどさとかもどうでもいいんで。だから今、そう、明日このスケジュールを私はまだこなしたことがないので、今今日は全然大丈夫なんですけど、このスケジュールをこなすのが明日初めてなので何も分かってないんですけど、私はみんなのためになることをしかしません。で、15時15分、で15分間ってことでしょ。15時から15時15分でいい？合ってますか。15分間、ういこれは3週枠ですよね。え、違う、 2週枠だ。2時間空いてるからってさっき、ね、言われたから。自分の知識のようにひきらかしたけど、2週枠だ。え、あ、え、でも2時間空いてないわ。1週枠？え、ここ何週枠？2時間空いてない。あ、1週枠だ。あー、やばい、バミス。よく検索。1週かなって。ですよね。2週空いてなかった。2時間空いてなかった。よく見た。普通に算数ができないんだよね、多分私。で、ちょっと首かく。あ、これ気になる。ここだけ。
となんか13時半に人によるってことが13時半に3周できた人はこの時間って一緒になるけど、まあ、2周終わった人はここの時間が2周になると。ふむふむ。4、5、6。あ、そうか、13時半に来れなかった人は3周目けど、めっちゃいいとこに来るじゃんこれ。じゃあすごいかゆいとこに手が伸びるみたいなところだねこの15時くんは。理解した。8、9、10、10。俺13時半来れないのだ。じゃあここでここでっていうことができるってことですね。15時にあったら。なるほどなるほど、理解。インプットなり。え、どうしよう、困った、初めて困った。え、そんな、そうなのね、知らなかった、今までそこまで使ったこと。困った。私さ、あのこういうさ、こういう丸丸1、丸2みたいな対応してんだけど、丸11ないんですけど。丸11ないんですけど。丸110までしかないの、なんか私この形好きなのに。悲しい。11、どうしよう、11くん。本当だ、全部の数字10までしかない。作ってよ11も。なんでよ。なんでだよ。あのスマホならあるの、あつ PC ならあるの、みんな自慢してくる。え、どこにあるの、ないんだけど。記号のとこに、記号ってどこ、ないよ。アンドロイドだとある、 iPhone の人、丸11って、丸11ありますよって言われちゃった。あったあった、ありました。失礼で捕まってた。はい。ありました。11で出なかったの、私いつもそれで出てたんですけど、さっき11で出なかったんで、これ嘘じゃない。え、だから3周のとこの捨て星のとこを変えたら完成だ。13時半に初めてだこの端数。13時半に3周ということは50分前なので、違う。分かんなくなっちゃった。あ、ここだけ助けて、ここだけ、ここだけ、ここから先頑張るから。なんで、なんで50分前よね。だから違う、1時だから3、4、5、6だったから、11時12時13ってことやから、4、5、6、11時12時13ってことは、10時今コメント見ない、10時50分前、3、4、10時40分までに星は満タン。どうだ。どうだ。あ、全然違った。え、なんで、じゃあこれがおかしいぞ。違う、違うのか。12時40分、11時40分までに満タンで。絶対違うじゃないか。これの計算がまだちょっと苦手、純粋に算数が嫌い。全部パクロ。11時40分までに星を満タン。12時40分までに捨
してほしい。いや40分じゃ、40分にしてほしい。キッキッキッ。で次3週があと1回6時だ。なんかさ、今日8時から配信して、ここがおかしい、ね、6時、私6時の配信するじゃないですか、するんですけど、3時10分までに星を満タン、4時10分までに捨てほしいって書いてますけど、これ違いますよね。あ、けむこさん星ありがとうございます。1時間ずれてます。ですよねだと思ったなんか変だなって、これを元にずっと計算してたんですよ。そう、ここの上を見て示し合わせたら、ここがずれていました、だと思った。50分前って言ったのに、これなんか2時間50分ぐらい前じゃねと思ってそう、変なのと思ってたら、ってことはできますよ。16時10分までに、16時10分までに、星を満タン、うん、17時10分までにしてほしいだ。合ってるか、合ってる、やった。なんかすごい正解、算数正解してるみたい、嬉しい。に、あ、に、にしてほしい。ここがずれてたんだね。そりゃそうだ。なので、なので15時スタート、なるほど、そういうことか。だけどそんなここをずらしちゃうと6時の方にお腹なっちゃった歌が作った。6時の方にあの影響が出るから、15時が多分でもじゃマストなんで、マストっていうか最善なのではですよね。2日目、ふむふむ、はーい、集計します。あ、ちょ、結果発表結果これ何時まで、あ、書いてある、23時に24時、結果発表、結果発表、明日の結果発表、1500から投げました、ありがとうございます、ありがとう。1枠目、6時から6時20分の20分間で3周、4時10分までに星を満タン、5時10分に捨て星。すごいキモいことしてる、あ、やばい、助けてで2枠目、7時10分から7時30分の20分間で1周、3枠目、8時15分から8時30分の15分間で1周で、この後私は歯医者に行きます。え、そこを15分枠にしてる、間違えてる私、あ、ずれた、私今オーバーしてる、もしかしてオーバー説、あ、オーバー、私オーバーしてる、あ、危ない危ない、7時15分、はい、あ、そうだ、したんだよ、もらったんだよさっき、あもらったんだ、そうだ、もらって、私もらったやつ引いてないじゃん、7時と19時だよね、よいしょ、ありがとう。15分にしたってことで30分、はい、もらったんだよ、そう、もらった、だから7時10分から7時25分の15分間1周で、3枠目、8時15分から8時半の15分間で1周、はい、ですね。で4枠目、13時半から13時30分から13時50分の20分間で3周で、11時
40分までに星を満タン、12時40分に捨て星、捨て星星をで5枠目15時から15時15分の15分間で1周、1時に来れない方がここで3周もできるし、1時で3周できなかった方がここであの残りのやつもできます。で6枠目、あ、けんけんさんありがとうございます、ありがとう。で6枠目18時から18時20分の20分間3周で、16時10分までに星を満タン、17時10分に捨て星、はい。でここからは、7枠目、これ1だね7枠目、19時15分から19時30分の15分間で1周、8枠目、20時20分から20時35分間35分の15分間で1周で、9が21時25分から21時40分間40の15分間1周で、10枠目が22時30分から22時45分から15分間1周。じゃあさ、私今5分間余ってるんですよね。じゃあさ、これさ50までとかかかんでいいかね、あの切れるまでやからさ、余ってない、あ、ぶきった今、あ、そう、もらったんだってさっき、そうだよ、もうこの話もした余ってもらったんだ、そうだ、もう、はい、消えました。で23時35分から23時50分の15分間で1周 OK 完成。そうです、私はこんな感じ、光が入る、こんな感じで企画をしたかったんですけど、今日から今日の今から明日のスケジュールですっていうツイートでハッシュタグお悩みでお悩み相談 を募集してそれを解決するっていうのを1日1回どっかに入れたいんですけど、あ、そう7時とかどこだと思います、夜ですかね、あ、そう、ツイッターで時間も確認してください。姉に電話っていう企画もあるにしました。そういうのは長めの枠だから、長めの枠ってことは6時か1時か6時、長めの枠が20分が最高なので6時、朝6時、15時、あ、そうそう、朝6時、13時、18時、そうな、3週でも、まあお姉ちゃんに電話もそんな長時間話さへんと思うから朝6時はあのお悩みの方です。姉は多分、ちょっと姉に LINE していいですか、姉って、姉に選んでもらっていいですか、姉が行ける時間帯で。あ、ゆうたさんありがとうございます、姉が来た、13時か18時、あ、これ3週なんやって、15分やから3週枠の後がいいですよね、普通に19時とかでいいかもね、19時は普通に朝に別に企画持ってこなくていいのか、朝はみんなバタバタバッタンだから、いってらっしゃいって感じで、そう、話が長いか短いか分からんけど、20分間のやつが3週のやつしかないので15分で行くしかないので、そう、基本企画は基本的に夜の部なんで、あのお姉ちゃん多分ね見てないかな、19時から21時までに、でもスケジュールを考えるっていう時間帯があるから、ひー
19時か20時19時か20時台どっちが良き？そうだよ、スケジュールは15分枠2個欲しいですよね。だから19と20しか私は今日明日使いたくない。しました。20時やったら何時ぐらいになる？20時35分だよ。20時20分から20分から20時35分だよってお願いします。あぎゅーとありがとう。ぐーさんありがとう。ぜひあのカウントまだの方や星まだあるよって方はぜひ投げてください。おお、15分間の間にやるのねって言ってめっちゃ話好きやったんかな。なんかもう始めて、ナナも始めた時には繋がってるぐらい。あ、アクノさんありがとうございます。切れた？何が？配信？嘘。あ、うん、切れてない。あ、ならその時間で大丈夫よと言っていますので、20時から、あ、星が切れたな。びっくりした、配信切れたかと思った。20時から22分のとこに矢印で姉に聞く石田みなみとは。勝った。姉に聞く石田みなみとはって言ったよ。これ企画って分かんのかな、この書き方で。カッコみたいな感じにつけて。勝って。で、7。1時間枠が必要。でもこっちの方がメリットあるんでしょ。まあ全然、うん、翌日に持ち帰る。そっか、明日とかだと。でも明日は公演後になるから、明後日だわ。明日公演後だから、公演後にスケジュールとか考えたらそこに長い持ってこれないからね。あ、聞きたいのが、姉に行く行く石田みなみとはで7時の部に7時の部で8枠目で姉に聞きたいこと質問募集、8枠目で姉に聞きみなみのことにね、8枠目で聞きたいことを募集。7で、みなみさん、みなみなんか硬くない？なんかめっちゃ硬いよね。なんか可愛くないよね。なんかめっちゃ可愛くないよね。何が私可愛くな？めっちゃ硬いよね。どうやったら砕けるかな。どうやったら砕ける？
募集するよみたいな、募集します2個みたいな何なんだろうこの私の硬さ。姉に聞く石田みなみとはが一番ダメね。姉に聞くみーちゃん、姉みーちゃんのことを姉に聞き姉が知ってる、ね、全然可愛くない私、姉が知ってる、まさ姉に、あ私ってこういう人生生きてきてるからな。討論だよねこれ、なんか本当に。あ、みーひんはちょっと私あんまり公にとかこういう時のツイートで使わないので、みーちゃんみなみについて、姉って言うからダメなんだ、お姉ちゃん聞いてみた、分かった、姉って言うからダメなんだよ、みなみについてお姉ちゃんに聞いてみた姉だから。そうでも大事じゃん、あのそういう面接とかでさ、お母さんとか言っちゃダメで母って言うじゃんだからさっきもお母さんのこと母って呼んでるのって言われたけど、なんか面接ではないけどさみなみについてお姉ちゃんに聞いてみた。で9から矢印、明日のスケジュール相談。でも9からあのもう私15分でスケジュールが終わる気がしないので、もう10、11は何も書かずに開けときます。やばい、1枚目に収まらん感じと、これ1行にしよう。24分、まだ時間大丈夫で、怖いわ本当に、なんかあっという間に時間が過ぎてしまう。充電がない、こっち。ちょっと色入れよう。暗い、明日のスケジュール相談。スケジュールはちょっと私今日を見返して15分で終わると思いませんので、10、11は企画とか何も入れず開けときます。で純粋にお悩みはもう募集しといて、あのでもこういうのってさ、お悩みの答えはここで答えるよって枠は指定してあげた方が多分親切だよね。なんかここでやろうって勝手に決めたら見れなかった枠だったってなりますかね。ってなるとお悩み相談は明日に持ち越します。ちょっと今日は、明後日のあの夕方夜のゴールデンタイムを姉に使って、全てが別になんか募集はもう始めるけど、こうやって全てをやっぱ企画とかにするのは自由ってことですよね。1日1イベントでありがとう。あんまり企画中、あかりんのさ12時間配信とかしか知らんのよ私、ショールームイベントって。あかりんでずっと企画してたじゃないですかなんか普段のショールーム配信のやつはあんま分からなくて、なんか12時間とか24時間とかのやつは参加させていただいたから、めっちゃなんか企画を練ってたのは知ってたんですけど、そういうまた違うショールームだとあれなんですかね。お悩みはサークルで投稿してもいいですか。まあ、できればサークルじゃない方がいいかもだけど、お悩み
でもお悩みここで公開されるかどっちみち公開されるあ、匿名に、匿名にするの？あ、匿名希望かどうか。でもツイッターサークルの人は匿名希望、どうしてんだろう。あ、1企画でいいのね。それはこの後のツイートで決めますね。ツイートをします。匿名希望って書いてあれば助かし。7つのクリスマスよ。23分4分だ。違う違う、3分までか。あ、私24分の方見てた、危ない。え、文字私やりすぎじゃない私こんなツイートを勝手にしてとく人がいいよねもう危ない危ない。3分までだ、24分しか見てなかった。怖い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 。でも私なんか余裕じゃんって思ってたよね、ずっと。こういうことをするから本当私ってよくない。ツイートはでも35分ありますから大丈夫。みんな落ち着いてここね、ここの話3分ね。危ない危ない。もうてかちょっと壇上読みますわ、先に壇上読みます。あ、ゆうたさんありがとう。もうスケジュールって難しいね。壇上読みます。13位ひろさん、12位アップルさん、11位赤花さん、10位あずま石さん、9位けんけんさん、8位ぐーさん、7位パクチさん、6位広島校パセリさん、5位パンダムさん、4位ポムさん、3位キムコさん、2位つよつよさん、1位はゆうたさんです。ありがとうございます。わじ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 。キャッチフレーズはね、今日の一日の最後でやりたいと思います。イベント期間は最後のみとなってしまいますが、ご了承くださいませ。よく似てる。2分、2分になって教えて。あ、自分音鳴らんわ下見てた、気づかんか。ちょっとね、ツイートを作成しつつ、2分になったら切る待機をするから、なんか見あの音はなんか自分がちょくちょく。よいしょ。よく似て。あの雪のように。てか壇上にお姉ちゃんいたわ。お姉ちゃんも頑張ってくれてます。しれっと読んでもらった。千代ちゃんみたい電波だけ持ってます。持ってます。あ、2分になるね。よし、じゃあ切る準備をするか。すごい85分かかってる。十分かかってるよ。な、慣れですからね、こういうのって。さあさあ、初日ですから。ええー、ね、さあさあさあ。私はそう、一分前に待機しないと切れないんです。本当に。切ってからツイートに、はい。32、33